皆さんこんばんは、ブー太郎です。ゆーちゃろーは隣に今います。今日からちょっとあの新企画として、ちょっと日常のつぶやきのあのブログ、なんて言ったらいいやろ、ブログ的要素を含めたあの日常会話をちょっとね、5分ほどを目安にしながらあの語る、本当なんもないあの日常のブー太郎のつぶやきコーナーを作りたいと思います。なんもない人間が何をつぶやくみんなのあの日課、これ最後あの今日一日を終えて皆さんお疲れ様っていう感じで、まあブー太郎も今日一日を終えたんで、何をしたん今日。今日はまあトラマラ、今もトラマラしてるんですけど、何パー上がったの今日一日で。今 19% まで上がりました。今日一日で何パー上がったの。今日一日やったら多分 3% ぐらい上がったんじゃない。嘘つけ。だって昨日 16% ぐらいやったから。嘘つけ。ほんまほんま頑張ったよ多分。まあこんな感じで、なんかまあ日々のまあ FFB の話もそうやけど、まあ普段のなんかいろんな、今日こういうことがあったよとか、まあ今ちなみにテラスハウス見てるんですけども、まだご飯食べてなくて、ただいま9時35分のブー太郎なんですけど、昨日あれじゃん、なんか素敵なコメント、あのちょっとさ、昨日の動画のコメント欄でさ、あの何やったっけ、何て書いてたっけ、名前忘れたけど、ツイッターで一回ちょっと投稿しようか迷ったけど、ゆうちゃろがやめといた方がいいって言うからやめたんやけど、なんか右のやつ、おかまかよキモっていうコメント来て、ちょっとブー太郎なえなえモードなんですよ。みんな励ましてください。笑っとったくせに。言われたなぁと思って、めっちゃ笑っとったよ。そう、ちょっと悲しいですね。あーまあやべえ、そういう演技するの。演技じゃないから、悲しいやん。普通傷つくやろ、だって普通の、普通のこのブー太郎という人格をあのキモイっていう、キモイっていう言葉で否定されたんで。見て、ゆうちゃろ。こんなコメント来たとかって。本気で心配する人がいるから、そういうこと言わない。なんでよ。まあ心配しなくて大丈夫です、ブー太郎は傷ついてません。あのどんと来いって感じです。でも今日ディシリアの動画あげようか迷ったんやけど、ほんまディシリアやらなさすぎて、あの2回目以降もう動画2週間前に投稿したんかな。まあ今日投稿しようかなと思ったけど全然やってないしなとか思いながら、あのバニラの専用武器のあの動画とかも撮ってんねんけど、なんかあげる気にならへんくて。もうなんかやっぱ FFB かなって感じがしてます。で FFB のトラマラをしながらこういう雑談とかも考えたんですけど、まああの FFB 以外の話もしていきたいなっていうのもあるから、いいよ FFB のドラマをしながら雑談したい。まあそう、なんかそれはどう、なんかこういうなんかちょっとラジオ方式、ラジオ、そっちの方が YouTube だからラジオ方式っていう感じもありかなって思って、なんかみんなちょっと寝る前とかにあのちょこっと聞ける感じ、この映像を見なくても。どっちがいいかな、まあこんな感じちょっとラジオもありかなと思ってんだけど、ドラマの方が絶対さ自分的にもいいし、その見る人側も絶対いいと思うんです。何かしら。ほんま？映像がない。どうみんな。YouTube で見たことある。ちょっととりあえず今日はちょっとラジオ的な感じで投稿するから、みんなこれゲーマーやりながらの方がいいと思うよとか、まああったらちょっと今日意見ください。まああとはこの雑談動画に、まあ、みんな今日こういうことがあったよとかコメント欄で。あのしてくれたら嬉しいかなと思います。ってことで、まあ第1弾あの日常ブログ動画、あのこれで一旦終わりますけど、まあ皆さんの意見聞かせてください。ほな今日も一日お疲れ様でした。でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まったねー。意見聞いといてあれなんですけど、あのラジオ配信すごい、これはこれで楽しく楽に配信できるので続けていきたいと思います。動画は動画で投稿頑張りますので楽しみにしててください。ほにゃに